T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。いよいよ展望閣のボスに挑みます。ワープスタートは珍しいね。この近くにセーブがないという異常事態なので。異常事態って。まあそうなんだけどさ。さて、レベルは35、MP やエントは2000を超えてます。すご。そうなるとですよ。なんと無敵を使っても一切 MP が減りません。ほんとだー。回復量が減る量より上回っているんですね。多分一瞬は減るのだろうけど。すぐ回復しちゃうってことか。なので実質無限です。無限無敵。もう何も怖くないじゃない。デビルのほくろだって数えられますよ。そこまで眺めなくていいから。ただ問題はこちらも一切手を出せないこと。倒せないので走り抜ける専用ですね。まあそうね、レベルアップには使えないけど。でも便利だよねー。セーブがないのはこれでカバーしましょう。ボス前に余計なダメージを食らわなくて済むね。さあ、捕獲を。あ、そっか。君だったね、そういえば。闇吸収をつけてきちゃったよ。むしろ生属性だよね。じゃあ行こう。一緒に歩かないで。勝手に歩幅を合わせてきたのです。よし、ちゃんと生属性ですね。聖水は違うの。炎でもなさそうだったね。どうやらサブウェポンは無属性みたい。というように強敵の銃ですが、この攻撃が泣けるほどリーチがないので、このように近づいて誘発してあげれば他に何もできません。何これ、ひどいものでしょ。なので誘発して攻撃、誘発して攻撃って、ほぼ貫通できます。悲しすぎるでしょ。言うよ、どんな修行をしてきたんだい。そしてパンチで6しか与えられない姉さん、君もさ、ゲーセンのパンチマシンで骨折するのでは。ああ、あるね。ちゃん、少しでも離れると使ってくるな。向こうの方が一撃は重いからね。こっちのパンチが泣けるほど弱いです。あ、そうか、装備をボス用にしてなかった。9まで上がったね。これならって。うわぁ、瀕死。ちょっと待って。9、一旦落ち着こうか。完全な安全地帯で。彼は昔から木登りが苦手だったからな。何言ってるんだか。じゃあ今度はトンファーで。ぐぅ。ずっと待ってたのね。寂しくて飛びついてきたな。まあ落ち着きたまえよ。出すまでが遅いな。でもダメージはいいね。しかしリーチを活かせません。少しでも離れるとこうだからな。さすがに怖いので炎だけは吸収しようか。あまりにもダメージが大きいね。やば、よく生き残った。うわーん、結局これか。こんなはずではなかったのに。ブラックホール。しかもバリアの方です。もうこれでやってやる。あ。さすがに怒ったね。これはひどい。でもこちらから一切手は出してませんよ。ただ、少しずつ前進してくるので、ぶつかってしまうのかな。ただジャンプしていればいいわけじゃないんだね。聖水も2つ。クロスも2つです。いろいろ準備してくれるけど、結局やるのはこれ。銃が哀れ。まあなめくんに言えますけど、実際はかなり有効な戦法なのです。
倒しちゃったよ。3回。まさかの3回もレベルアップ。相当レベルが低かったんだな。まあ君の気持ちはわかるよ。わかる人はそんなことしないから。ちょっと。全然出ないの。これで最後の場所が開くね。なぜあんな狭いところが最後なのかわかりませんが、まさかの冒頭の場所が儀式の間だったという。猛獣はいないし。さて、ということで戻ってまいりました。個人的におすすめのセーブポイントはここです。ワープと程よく近く、敵も弱いので、終盤は安心してセーブできます。拠点になるよね。ここです。このワープは近くていいんだけど、セーブが近くにないのだけは残念。まあそこはね。それじゃ、行きますか。ここの隠しは見つけやすいかな。まさか最後のエリアにあるとは驚きだけどね。師匠、今助けますよ。頼もう。何？そうだ、強烈だったのは黄色だった。むしろ雷だけ吸収していればいいじゃないか。まあそれが一番安全ね。普段は後ろに回ればいいだけ。なんてことないボスです。最後は普通に戦うのね。まあこの攻撃が怖いですからね。雷吸収は使いたいかな。ここでスケルトンとかも面白そうですけどね。あれ？もしかして頭じゃなくても当たるの？当たるね。そうだったの。てっきりいつも通り頭だけかと思ってたよ。それならかなり簡単になるじゃないか。小ジャンプの必要がないね。なんだまあついしちゃうけど。もう終わっちゃった。普通レベルアップはもうデフォだね。すぐに追わなければ。どっちを追ってるの？待ってよ、師匠。あ、そうだ。せっかくだからここの隠し部屋で例のネタ装備を手に入れようかな。まさかのあれ？はい。どうせ最終決戦は次回にしようと思ってますし、時間が少し余ったのでマラソンでも。まあいいけど。確か走りながら侵入しないと間に合わないんですよね。うん。え？一撃じゃないのね。嘘でしょ。炎の剣で444 1.25 倍で452か。これの方がやや高いけど。ダメだね、むしろ聖なる鞭の方が強かったよ。となるとどうすればいいんだ。
召喚。これもダメね。マップの方は。おお、656。そうか、こっちがあったね。これならさすがに。よっしゃ。いいね。運を上げたいんだけど、少し攻撃力が下がっても大丈夫だろうか。一撃になる調整はしないとね。まずは理想で。これで一撃なら問題ないんだけど。よかったじゃない。よし、じゃああとは頑張るだけだ。お、早くも。おもちゃの方ね。ではは、これともう一つがありますので、出にくい方を狙います。こっちはよく出るね。こっちは比較的出やすいのかも。ついに10倍。そう甘くはないですからね。20倍。あまり出ないとレベルだけ上がっちゃうぞ。おもちゃの指輪だけはめっちゃ出る。ただのネタのために頑張るつもりだったけど、レベルが上がりすぎるのは本望じゃないな。お、出る。出ないんかい。はい、出ました。かわいい。隠し部屋でベアリングゲットです。はいはい。なんとおもちゃは21個も出ましたよ。だいぶ低確率だね。そう、これだ。スケルトンよりも移動は優秀なのですが、一発食らったら即死というのは変わりません。しかも巨大骨のような強力な攻撃もできないので、はっきり言って縛りプレイすらできない代物です。完全にネタになるのね。これでクリアはスケルトンより無理でしょうね。ここの敵ですら怖い。エレキはもちろんちょっと触れただけで終わりです。ふう。さて、じゃあ今回はここまでにして、ついに次回クリアを目指したいと思います。お楽しみに。ノクターン。また見てね、ノクターン。Thank you.